旦那入院様、症状軽めだって手加減しすぎた。旦那用ご飯レシピ、塩1キロぶち込みます。終わり。なんだよこれ、どういうことだよ。俺はユージ。俺の嫁ユミは結婚後に会社を辞めて専業主婦になりました。積極的に洗濯や掃除をしてくれるし、いつも元気で明るいし、パーフェクトな嫁なのですが、ユミには致命的な問題があるのです。おはよう。今日の飯何？今日はタイだよ。マジで？すげえじゃん。タイ飯かな、煮付けもいいなーって。これタイの塩釜焼きだよ。タイの塩釜焼き？これ割って中身を食うんだよな。トンカチとかは？え、ないよ。ないの？そのままかぶりついて食べて。もしかしてユミの料理食べたくない？いや、そうじゃないけどさ。本当？じゃあ全部食べてくれるよね？え、全部って無理だろ。食べてくれないの？食べるよ。ユミは殺人級に料理が下手で、塩や醤油を大量にぶち込んだ塩辛い料理ばかり作るのです。しかもユミは俺にだけ塩辛い料理を食べさせてくるようで。今日は肉じゃがです、どうぞ。うわ、茶色通り越して黒い。これはお前も食うの辛いんじゃ。え、大丈夫だよ。ユミはお冷やご飯があるからね。なんでお冷やご飯？ユミだけずる。いや、一緒に食おうよ。そんな、ダメだよ。嫁ごときが旦那様と同じものを食べるなんておこがましいよ。時代錯誤すぎるだろ。そんなの気にしなくていいから。もしかしてユミの料理、いや、ユミのこと嫌いになった？ひどいよ。そうじゃないよ。ああ、もう分かったから泣かないでくれ。俺が料理を指摘するとユミはいつも泣き出してしまい、俺と一緒に料理したり料理教室に通わせてみたのですが。今日はカレーを習ってきたよ。うわあ、なぜか醤油がかけられてる。今日はクッキーを習ってきたよ。うわあ、クッキーなのにしょっぱいぞ。今日はカレーの煮付けだよ。うわあ、醤油の結晶が大量だ。ユミ、どうしてできないんだろう。ああ、泣かないでくれよユミ。見た目は上達してるから。見た目はプロ並みだから。見た目だけなんだ。味もついてるから。うん、びっくりするほど味ついてるから。本当？嬉しい。全部食べてね。全部？ユージ？ユージ？毎日ユミの手料理を食べていた俺は腎臓を悪くしており、数ヶ月入院することになりました。退院して早々悪いんだけど、パソコンの調子がおかしいの、見てくれない？わかった、任せてくれ。嫁のパソコンを点検しているさなか、嫁の SNS アカウント、それもいわゆる裏アカウントらしきを見つけてしまいました。旦那入院様、症状軽めだって手加減しすぎた。旦那用ご飯レシピ、塩1キロぶち込みます。終わり。なんだよこれ、どういうことだよ。 DM も来てる、まさか。次はいつ会う？またホテル集合？今旦那いないしさ、家でもいいよ。丹羽くんと会えるなんて自慢すぎる。旦那は大丈夫なの？バレるとかマジ無理だから。大丈夫だよ、あいつバカだから。料理教室って言えばどこ行ってもバレないよ。天才かよお前。旦那もバカだよな、毎日塩食わされてんのに。もうちょっとだけ待っててね、そろそろ離婚するからね。そしたらユミと。分かってる分かってる、けど結婚資金が足りねえからな。結婚式豪華なのあげたいよな。大丈夫、ユミが出すよ、慰謝料たっぷりもらうもん。そんな、ユミ。その日深夜に帰ってきたユミを問い詰めたのですが、さらなる衝撃の事実が発覚したのです。ユミ、話がある。話？何？いいよ。いや、俺じゃなくてお前が。え？何のこと？とぼけるな、全部わかってるんだ。ユージ君、わかった、言うね。本当はサプライズしたかったけど、ユミ妊娠したんだ。は？妊娠？もう3ヶ月になるよ。そっか、すごいな。でしょでしょ？ここ半年レスだったのに。え、いや、ほら、
マリア様みたいなね。天使のビームでギューンと。そっか、お前は聖母だったのか。すごいでしょ。んなわけあるか。お前の裏垢を見た。ニワくんとやらの子供なんだろ。勝手に裏垢見るなんて最低。それはこっちのセリフだよ。今すぐ出てけ。言われなくても出てくわよ。ああ、その前に退院おめでとう。一生病院にいればよかったのにね。てめえ。なんとユミは妊娠しており、俺は心当たりがないので浮気相手との子を妊娠したのでしょう。ユミは実家に帰り、深く絶望した俺はユミとその浮気相手に徹底的な制裁を下すことを決意したのです。ユミ、久しぶり。元気か？あれから半年くらい経つよな。そうね。今更何？まさか家に帰れって？いや、あの時のことを謝ろうと思って。今度そっちに行くから手料理振る舞わせてくれ。ふん、別にいいけど。お前そろそろ出産だろ。精がつくような料理を作るよ。半年ぶりに会ったユミはお腹も膨らみ、まるで別人のようになっており、俺はそんなユミと義両親に渾身の手料理を振る舞うことにしました。どうぞ。ブフ・ブルギニオンだ。名前なんか。あ、でも美味しそう。うん、なかなか期待できそうだ。妊娠させた娘を泣かせた男だが、一体どんな味なのかね。ちょっとお父さん。ははは、娘さんからあることないこと吹き込まれているようだ。なんだと？二人ともやめて、食べましょう。あら、美味しいわね。うん、本当だ、うまいな。ふーん、じゃあユミも。でしょっぱ、何これ。どういうことよユージ。ユミ、離婚しよう。私の話聞いてた？この味、私のと全然違うわ。塩？醤油？とにかく入れすぎよ。一体どういうつもりなんだね。君は謝罪に来たんじゃないのか。味濃いですよね。おかしいですよね。それお宅の娘さんが毎日俺に食わせてきた料理の再現ですよ。は？何を言っているんだね。半年前、腎臓の病気で入院したんです。こちら診断書です。あらあら、ご丁寧にどうも。今更何よ。ユージが勝手に病気になったんでしょ。そしてこれがユミさんの裏垢の記録です。あらあら、ご丁寧に。え、ちょ、え、何何してんのよあんた。過去すべての記録を印刷しました。要約すると、 SNS で出会った男のために俺を病院送りにして離婚する予定でした。まさかそんな、うちの娘が。デタラメよ、全部デタラメよ。この男が嘘をついてるのよ。そうだ、この SNS とやらがユミである証拠はどこに。探偵に調べさせた資料です。手厚い準備してくるな。ちなみに浮気相手の男についても全て調べさせました。執念がすごすぎる。全財産と半年をかけましたから。ユミ、離婚したがってたよな。喜べ、とうとう離婚できるぞ。いやよ、絶対に離婚しない。はあ、一応理由を聞くが、なんでだ。だって離婚する必要ないじゃん。お腹の子だってもうすぐ出産だよ。お父さんがいなかったらどうするの。本物のお父さんを頼ればいいだろう。だからユージに頼ってるんじゃん。ユミ、もうやめなさい。あんたなんてことをしたの。こいつを信じるの。これだけの証拠を見せられればな。ありえないありえないありえない、みんな騙されてるのよ。そうだよな、離婚嫌だよな。お前、ニワくんとやらに捨てられたもんな。ユージ、あんたが何か言ったんでしょ。なんでニワくんにブロックされたの。遊びだと思ってた女が妊娠したから責任取って、なんて責められちゃうな。何よそれ、クズ、最低。クズで最低なのはお前も同じだ。似た者同士お似合いだぞ。うるさい、ふざけんなよ。ユミは絶対離婚しない、絶対離婚しないんだから。うわ、痛い。ユミ、何してるの。今すぐユージ君から離れろ。母さん、今すぐユージ君を病院に。イエーイ、写真を撮ってる場合か。だって面白いじゃないですか。この女、わざわざ俺に証拠を持ってきてさ、どんだけバカなんだっつうの。なんなのあんた、壊れてる。あんたがユージ君を壊したのよ。
あんたのせいでユージ君は障害ポイントゲット。これで離婚は確定だな。お前に壊された人生の分、お前の人生もめちゃくちゃにしてやる。ユージ、ユージ、許さない。そちらの資料は差し上げます。ゆっくり家族会議でもどうぞ。あと、お前に最後のプレゼントだ。俺はユミにあることを伝え、義実家を去りました。それから少しした後、俺の元に警察がやってきて、何でも俺の知り合いの妊婦がとある男性宅の元に襲撃したらしいのです。すぐに容疑者は捕まったのですが、襲撃がきっかけでお腹の子を流産してしまったらしいんです。俺は偶然なことに例の容疑者から暴行を受けており、警察にはその事柄について教えておきました。俺は飯まず暴力妻と完全に縁を切り、毎日平穏に過ごしています。毎日ご飯が美味しくて体重がどんどん増えて困っているほどです。